サンテパルク田原は愛知県田原市にある農業公園である。田原市と愛知南農業共同組合が運営する。正式名称は田原市足が池農業公園であるが、一般的には愛称のサンテパルク田原の名で親しまれている。サンテパルク田原は1995年4月15日に農業用調整地で農林水産省が選定したため池100選の足が、 池のほとりにオープンした。年間利用者数は42万5000人。サンテパルクとはフランス語で、サンテ、パークを意味する。園内には、四季の花が楽しめる花畑、サンテガーデンや、農業について、展示やゲーム、映像資料で学ぶことができる、サラダ館、ウインナーやパンなどの手作り体験ができる、体験工房を、鶏やウサギと触れ合うことができる、小動物園。 田原市で採れた野菜で作られた料理を食べられるレストラン、またその野菜を販売しているマーケットなどがある。阿が池の周りには 2.7km のサイクリングコースが整備されており、有料で面白自転車を貸し出している。駐車場には元と橋鉄道的210型と元で和重型が展示されている。サラダ館体験工房さん手ドーム。 小動物園農業や食について、パネルや模型、ゲーム、映像資料で学ぶことができる。2階には、農業や田原市の歴史に関する本が自由に、閲覧できるコーナーがある。ウインナー、パン、お菓子、アイスクリームの手作り体験や、フラワーアレンジメントなどの体験ができる。田原市などで採れた野菜を使用した料理を、バイキング形式で提供する。制限時間は90分間で、 料金は大人1480円。レストランで使用されている農畜産物やお土産を販売している。ドーム型の多目的広場で毎月第4日曜日にはフリーマーケットが開催される。鶏やウサギ、ミニブタが飼育されている。豊橋鉄道厚見線三河田原駅から豊か鉄バス、イラゴ本線で野田橋定車グルリンバス定携車、ぐるりんバス野田線に乗り換え。 サンティパルクバス停下車、または、野田バス停から徒歩、約20分。東名高速道路豊川インターチェンジ、または、音トがまマゴりリインターチェンジより約1時間。ありがとうございます。